はいどうも、岸コロです。今回は全28種の実は激うまと激まずなね、2本で取っていい鳥を、紹介していきます。ちょっと長いんでね、参考にしてみてください。はい、まず、狩猟調理の基本なんですけど、カモに関しては、陸ガモは美味しくて、海ガモはまずいですね。最初海ガモ食べた時に本当に、死ぬかと思いましたね、まずすぎて。はい、餌の違いと、個体差とかあると思うんですけど、はい、基本的に陸ガモ美味しくて、海ガモはまずいと言われています。で、11月15から2月15の、期間が狩猟期間となっている場合が多くて、イノシシとかね、鹿はね、11月1日から3月31日とかなってるんですけど、カモとか鳥に関してはこうなってますと。はい。そんな鳥なんですけど、まずマガモですね。はい。ジビエの王様とか言われますね。女王様かな。はい。通称、青首って言われます。首がね、青いんでね。青じゃなくて緑ってしようと思うんですけどね。味はね、最強のカモで、冬鳥ですね。飛んできます。で、3人で行って1羽しか取れないと、取り合いになりますね。3人で一緒にバーベキューするのはいいんですけど、はい、誰か持って帰ってなると取り合いになっちゃうぐらい美味しいですね。はい、1キロ以上ある大物で、距離にもね、よるんですけど、3段は3号から5号ぐらいがいいかなと思います。で、僕はね、3号使ってます。はい、で、こいつね、自分が撃たれるって分かってるので、人間が見るとね、スーッと逃げていきますので、今度ね、狩猟期間、11月15から3月15に、2月15か、銃持ってなくても近寄っていってみてください。はい。で、マガモ漁はね、右上の動画から飛べるようにしておきます。備考欄にも貼っておきますね。はい。カルガモですね、次。はい。カモって言われたらね、このね、カモをね、思い浮かべる人が多いんじゃないかなと思います。で、僕がね、最初に取った狩猟鳥獣もカルガモでしたね。超美味しかったですね。はい。で、11月15になると一斉に琵琶湖に逃げますね。マガモもそうなんですけど、自分が美味しいから撃たれるって分かってるカモは逃げますね。はい。で、こういう撃てない場所にね、めっちゃいるんですよね。これなんですけど。ここにね、家があるんで、ここから発砲できないんですよね。で、そういうところには、狩猟期間中でもたくさんいます。はい。で、撃てる場所にはいないですね、1匹も。はい。で、流暢か。なので、激うまですね、こいつ。はい。こんな感じでよく食べてます。この足ね、そのまま使うと、掴みやすいんで、そのまま使ってるんですけど。はい。で、流暢っていうのは、なんかね、その場にずっと住んでるやつのことで、マガモって飛んでくるんで、冬ね、11月15だとちょっと脂のりは悪いんですよね。でもね、この流暢は、カルガモはね、なんか11月15にとってもうまいんで、でも僕はカルガモの方を好んで取ります。マガモはね、ちょっとね、個体差激しいんですよね。はい。次、ヨシガモですね。はい。メスはね、他のカモとね、はい。ちょっとこのカルガモとね、似てますね。はい。見分けつかないです。味は普通でした。はい。あんまり、1回しか取ってこないですけどね。はい。普通でしたね、味は。はい。で、ヨシガモですね。あれ、今やったね。はい。小ガモね。はい。これですね。ちっちゃ。はい。本州と北海道に住んでますと。こいつもね、メス同じですね。はい。日本産のカモで最小サイズらしいですね。だいたい40センチぐらいですね。意外とでかいですけどね。で、こいつ、トモエガモっていうちょっと貴重なカモと似てて、めっちゃ注意してください、それ。はい、撮るときに。で、フィールダーっていう雑誌があったんですけど、ですね、なんかの雑誌、フィールダーの何号かの雑誌で、小ガモ撮りましたっていう、写真とともにトモエガモが思いっきり載せられてて、はい。で、トモエガモ撮っちゃいましたと。いう風になっちゃって大炎上したことはあります。で、狩猟免許取り上げになったみたいなので気をつけましょう。小ガモもね、美味しいんですけど、トモエガモもなんかこのオレンジがなかったとかだったかな。はい、気をつけて取ってください。で、オナガガモですね。これも冬鳥ですね。はい、この尻尾が長いように、オナガガモと呼ばれてますと。で、1回しか取ったことないんで、ちょっとデータ少ないんですけど、割とね、美味しかったです。あ、結構うまいじゃん、こいつってなりましたね。はい。個体差あるんでね、次取ったらめっちゃまずいかもしれないです。はい、次いきます。ヒドリガモですね。はい、全国的にトライしていきますと。こいつもね、意外とうまかったですね。めっちゃうまいじゃんとなんなかったですけど、食えなくないな、みたいな。カルガモとかマガモいなかったら取ってもいいかなって感じですね。そいつもね、1回しかないんで、ちょっとデータ少ないですけど、ね、はい、ちょっとちっちゃいんでね、量も少ないんで、カルガモとかね、マガモを取るようにしています。はい、ハシビロガモですね。くちばしが横に長いんですね、ちょっと。はい。遠くから見ると若干マガモに似てるんですよね。はい。涙ってことでね。はい。そこそこうまいんですけど、やっぱマガモとかカルガモには勝てないんですよね。はい。このハシビロガモもね、福岡で撮ってきた動画があるんで、右と上と概要欄が飛べるようにしておきます。はい。次、ホシハジロですね。こっからウミガモゾーンですね。基本的に全部まずくなりますね。はい。こいつ3回撮ったんですけど、食えるっちゃ食えるなレベルでしたね。はい。レバーっぽいですね。全体的に味が。なんかちょっとレバーっぽいというか臭いというかね、なんかレバーっぽいですね。はい。海臭いみたいな感じですね。もうさばいてる時から完全に、匂い違うんですよね。陸ガモとは。はい。鈴ガモですね。全国的にトライしてくると。で、内湾や河口とかに多いらしくて、僕はね、滋賀県でやってるんで、今んとこ見たことないですね。多分ですけど、ギリ食えるレベルかなと思います。はい。キンクロハジロですね。全国的におりますと。で、こいつ一回僕取ったんですけど、思い出しただけで吐き気するレベルのまずさで、もうさばいてる時からもうめっちゃ吐き気がうえってくるぐらいの、ほんとまずさだったんですよね。で、狩猟1年目にカルガモがいなくなっちゃって、その、猟期入って、琵琶湖行っちゃって、琵琶湖行ってないんで、で、いなくてですね、カルガモたちが。まあ、こいついたんで、取ってみるかと思って、物頭飯に取って、刺身で食ってね、吐きましたと。はい、もう絶対取らないですね、一生。もういい思いで一切ないです、こいつには。はい。はい、黒ガモ、全国的にいると。はい。特に外洋に面した、急な崖に多いらしくて、まあ、滋賀県にはいないっぽいですね。見たことないですね、僕は。はい。多分まずいです、こいつも。はい。で、ゴイサギですね。はい。冬季は関東以内に多いと。はい。笹ゴイとめっちゃ似てて、なんか大きさがちょっとちっちゃいのか、笹ゴイが。で、翼がね、なんか模様があるかなんか、模様がないかなんかかな。らしいですね。で、試合によるとクソまずかったらしいです。僕はね、見たこともないですね、こいつは。はい。次、バンですね。はい。大バンっていうやつ、こいつはバンなんですけど、大バンっていうのは非狩猟なので気をつけてください。夏鳥で、九州以南はね、いるらしいですけど、最近はどんどん下がってるらしいですね。はい。あんまいないらしいです。見たことある人もいないですね。で、九州の友達がね、取ったって言ってたんですけど、もうこれ、くそまずかったらしいです。はい。もう取らないって言ってましたね。はい、タシギですね。スナイパーの語源とも言われるタシギちゃんです。はい、警戒心が強くて、人を見るとバーって逃げてくるらしいんですよ。で、こいつを取ることを、スナイプシューティングって言ってたらしいです、昔は。で、スナイピングになってスナイパーになったらしいですね。はい、フランスはね、うますぎて、取りまくった結果、少なくなっちゃって、今ではね、多分狩猟禁止になってるそうです。で、一回もらったんですけど、確かにめっちゃうまいんですけど、ちっちゃいんですよね。はい。二人で食べようと思うと全然お腹いっぱいにならないですね。で、あと、このハリオシギと中ジシギとオジシギっていう緊張を取っちゃいけない鳥とめちゃくちゃ似てるんですよね。はい。画像で見てもわかんないぐらい似てるんで、自分で取るときはね、気をつけてください。間違えちゃうとね、はい、白免許取り消しになっちゃうんで。はい、次、ヤマシギですね。こいつ夜行性らしいですね。見たことないですね、実際。はい。多分ね、タシギうまいんで、ヤマシギもうまいと思います。田んぼにいるシギをね、タシギって言って、山にいるシギをね、ヤマシギって言ってると思うんで。はい、カワウですね。で、ウミウっていうのと全く同じ見た目してるんですけど、まあ、淡水にいるか海水にいるかで見分けることができますと。はい、で、めっちゃまずいらしいですね。ウミウじゃなくてカワウを食べた友達に聞くと。で、カワウなんかいろんなもん食っちゃうらしくて、駆除されてる地域が多いです。まあ、1匹2000円か2000円ぐらいもらえるらしいんですけど、まあ、玉代とかね、手間考えると全然割には合わないかなと思います。はい、次、エゾライチョウですね。北海道のみに生息していると。はい、一回ね、東京のフレンチで、ね、食べたんですけど、ものすごい独特な味で、まあ、ソースとかね、しっかり作ってもらって、赤ワインと食べるようなやつですね。はい。エゾライチョウ出してくれるフレンチだったら、ぜひ行ってみてください。ちょっと苦手な人半分ぐらいいるかもしれないですね。はい、50系ですね。北海道と沖縄以外に生息していると。もともとね、中国原産の輸入種で、日本では、なんと大日本猟友会が、なんか狩猟全盛期、1915年とかに、三宅島で生け捕りにして、本州に供給しまくった結果、繁殖しちゃったらしいですね。まあ、そんなね、害とかないんでよかったですけどね。まあ、こうやって、供給した結果、害持っちゃったっていうの結構あるんでね、そういう例が。はい、雑木林とかに多いらしいです。はい。で、山鳥ですね。こいつはマジで激うまですね。尻尾長くてかっこいいんですよね。で、こいつ取れると日本酒一生持ってこいっていうぐらいうまいです。はい。で、剥製とかに、ね、しますね、大体。で、人工養殖されて今では包丁されていますと。で、大体こいつ鹿取りに行くと出会うんですよね。で、涙って書いたのは、鹿取りに行くときって山鳥用の弾持ってかないことが多かったんですよね、最初僕。で、鹿取り用の弾で山鳥なんて撃てないし、撃つのもそもそもまあダメじゃないですけど、一応グレーゾーンなんですよね。で、例えば当たったとしても、肉片になって砕け散るぐらいの威力があるんで、鹿の玉っていうのは。それ以降ね、鹿取りに行くときも、山鳥の玉持っていくようにしてます。はい。メスはね、取っちゃダメなんで気をつけてください。大体つがいでいますね。はい。で、キジですね。はい。極長なのに取って OK っていう。はい。こいつもメス取っちゃダメなんで気をつけてください。はい。大体、メスいるとこに、こいつ、オスもいますと。はい。で、北海道と沖縄以外にいます。はい。オスメス一緒に行動。メスなんですよ。で、犬がいるとね、取りやすいというか、犬がいないとなかなか難しいですね。田んぼの真ん中にいることあんまないんで、キジって。雑木林とかの中にいるんで、はい、その中に犬放り込んで、出たところを撃つって感じですね。はい。で、スズメですね。スズメのスズメちゃんね、これ。スズメっていう品種ね。と、入内スズメですね。はい。実はめっちゃうまいですよね、こいつ。でも、めっちゃ汚いって言われてて、空飛ぶネズミって言われてるぐらい汚いです。まあ、ネズミだけじゃないんですけど、実際、全部のね、野生鳥獣、ほんといろんな菌持ってるんで汚いんですけど、なぜかこいつだけ言われてますね。はい、めっちゃ美味しいですね。ぜひスズメ取ってみてください。田んぼとかにいるのをね、まとめて狙うといっぱい取れます。はい、キジバトですね。これドバトじゃないですね。はい。ですね、まあ結構うまいですね、こいつ。ね、市街地は山にいるんですけど、ドゥ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 って鳴いてるやつですね。はい。あれキジバトです。ちょっと田舎の人ならわかると思うんですけど、あいつ美味しいんで。市街地ではね、取れないですけど、山とかにいたら取ってみてください。はい、ドバトはね、渋谷とかにいるやつですね。普通の街中にいるやつです。はい、で、ヒヨドリですね。こいつもね、激マなんですよね。で、放棄されたみかん畑とかに大量に生息しています。まあ、生息してるっていうか飛んできますね。はい、で、美味しいくせに駆除もされている珍しい鳥かなと思います。まあ、拳台よりちょっとでかいぐらいかな。尻尾を合わせると、ここないかったら拳台ぐらいですね。はい。まあ、5匹ぐらい取ればなんとか夜ご飯に間に合うかなってぐらいの量ですね。ちょっとめんどくさいですけど、めっちゃ美味しいんで、はい。取ってみてください。で、ムクドリですね。全国に生息と。で、福島以北は夏しかいないらしいですね。はい。一回もらったんですけど、僕も美味しかったですね。ちょっとちっちゃいんで、もうこのヒヨドリとか、ムクドリとかちっちゃい鳥はね、羽をむしるのはめんどくさいですね。マガモとか1匹むけばいいんですけど、これとかと2、3はむかないと、お腹にたまんないんで、ちょっとそういうのはめんどくさいかなと思います。はい。だからといってね、カラスはね、あんま美味しくないんで取らないですけどね。はい。一応この3種が日本のカラスの中で取っていいカラスです。日本のカラスで7種類いるんですけど、この3種ですね。はい。ミヤマガラス。割とレアらしいですね。まあ僕見たことないですね、正直。はい。年間2000羽くらい取られてるらしいんですけど、累計で言うと、なんかそんなにいねえだろうって言われてるぐらい結構レアらしいですね。はい。で、ハシボソガラスですね。くちばしが細いのをハシボソガラス。はい。で、太いのをハシブトガラスっていうらしいです。もう取ってみたらわかんないですね、どっちか。はい。まあこの辺のカラスはね、他のカラス、取っちゃいけないカラスとあんま似てないんで、まあ間違えることはないと思います。はい、というわけで今回、28種の鳥類をね、五月雨式に紹介しました。まあ、もうおすすめなのはマガモ、カガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、あとは、タシギ、コジュケ、ヤマドリ、キジ、スズメ、ヒヨドリですかね。はい、まあムクドリも取っていいか。まあでも本当、1匹取るとお腹いっぱいになったりするのはこの辺で、まあ、比較的取りやすいんで、この辺がおすすめかなと思います。キジはね、本当に、銃を横に振ったりして撃たなきゃいけなかったりするんで、人がいないかどうかね、あと、建物とか当たんないかどうか気をつけた方がいいので、まあ、初年度とかね、あんまりやらない方がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回も、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。